スズキン感染症、またはスズキバイラスシンドロームは、スズキウイルスを病原体とするウイルス性の感染症である。一般的にはスズキンと名付けられており、あたかも細菌による感染症のように誤解されがちであるが、近年の研究でウイルス性の疾患であることが明らかになっている。この時アッキーはまさか自分が感染しているとは思わず、日々の日常を過ごしていた。さ、そういえばこの間言ってたさ、合コンどうする？アッキーはスズキンだからな。え？私がスズキン？ああ、わかった。うん、じゃあまた今度ね。はーい。スズキンってなんだ？そういえば、日々の奇怪な行動、急な衝動を繰り返すたびに、その疑念は確信へと変わっていった。そしてついにバイク専門病院へ行くことにした。今回スズキンの研究を主に扱う専門医の方、どうぞ。 MFD スズキン専門病院、楠原委員長が担当することとなった。今日はどうされました？私、自分で最近思ってることがあって、なんか急に踊り出しちゃったりとか、あとバイクのタグ自分合体しちゃったりとか、バイクの気持ちにならなきゃとか言って、座ったりとか、ちょっとそういう症状が結構出てるんですよ。アッキーは日々の思い当たる節のすべてを楠原委員長に話した。楠原委員長も彼女の話を親身に聞いた。一通り聞いた楠原委員長は彼女にある質問を投げかけた。はい、状況は分かりました。じゃあまずこちらを見てもらえますか。するとアッキーに驚きの反応が起きた。なぜだろう、鈴木車を見ると衝動が止まらない。普通のバイクは大丈夫なのに。続きますね。こちらいいですか。何度やっても反応は同じだった。かっこいいですかね。かっこいいですね。かっこいいですね。恐る恐る勇気を振り絞り、楠原委員長に問いかけた。先生、それで私の病名は。すると楠原委員長から出た答えは、まあもっと詳しく検査は必要だと思いますが、スズキン感染症で間違いないでしょう。覚悟はしていたアッキーだが、それでも自分が感染していたという事実にアッキーは震えが止まらなくなった。スズキン感染症は難病である。しかし専門でもある楠原委員長は、何とか治療法を探るため、さらに詳しい問診を続けた。バイク乗り始めたのはいつ頃ですか？約2年前です。約2年前。たまたま試乗会で GSX 乗って、すぐに契約して今に至ります。なるほど、すぐに契約。わかりました。何書いてるんですか？まあまあ、あの問診なんで。はい。そして楠原委員長は長年の経験で即座に感染ルートを突き止めた。おそらくはその試乗した際に感染したのでしょう。大抵は視覚的にじわじわ感染するケースが多いんですが、試乗となると通常より感染率は5倍にもなりますし、進行スピードも通常の倍にはなりますね。アッキーさんの場合ですと出産に契約までも早かったみたいなので、急性型といって間違いないでしょう。
急性型スズキン感染症専門医楠原院長はそう断定した。急性型ですか。失望感に苛まれながらもわずかな希望を胸に楠原院長にアッキーは問いかけた。先生、何か治療法はあるんですか。そうですね、治療法がないわけではないのですが。その道の専門である楠原院長はいくつかの治療法を提示した。例えば他のメーカーのバイクに乗る機会を増やす、もしくは川崎車を修理する、あとバイクを売るが代表的な治療法です。ただアッキーさんの場合だと感染してからの年月がかなり経ってしまっています。また動画を見る限りかなり変態化も進行しているので、よく治療を行うとかえって危険な状態です。まずはお父さんに買ってあげたもので少しずつリハビリして本格的な治療をするといいでしょう。それなら無理なくできそうです。しかしどれも確実な治療法と言えるものではなかった。ですがアッキーさん今 GSX に乗っててどうです。毎日楽しいですか。ふと楠原院長は彼女に問いかけた。もちろん楽しいです。まあちょっと正直不満なところもあるんですけど、それがたまらなく楽しいです。すると楠原院長から驚きの言葉が飛び出した。そうですか。実はね、私こんな仕事してますが、アッキーさんと同じスズキン感染者なんです。それは耳を疑いたくなるような言葉だった。え、そうなんですか。ええ、私もかれこれ10年 GSXR に乗ってましてね、センスの悪いデカールがまたスズキンと言われてしまってうちまうのですが、それが今では誇らしくてね。しかしスズキンに感染しながらも全てを晒し、スズキのバイクを嬉しそうに語る楠原院長の姿は彼女の目には眩しく映った。そして楠原院長はさらに驚きの言葉を口にした。そこでどうでしょう、この病気を治すのではなく上手にお使いをしていくにもどうでしょうか。もちろんいきなり完治することも稀にありますが。スズキンで苦しんでいるはずだったアッキーには思いもよらない言葉だった。そうか、無理に治さなくてもいいんだ。アッキーは私はこれまでに高揚感に包まれた。私はスズキン。そう、あなたはスズキン、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 体中を巡るスズキン、スズキン、湧き立つのを感じた。それはアッキーが生まれて初めて味わう一体感だった。スズキン、そのバイクは川崎。なんだか心が晴れたような気がします。ありがとうございました。スズキンを苦しんで治療するよりスズキンとどう楽しく向き合うか、それは絶望から希望へ変わる瞬間だった。いいんですよ、私でよければいつでも力になります。アッキーさん、もうスズキンを恥じる時代ではないんです。スズキンを誇ってください。これは医師、いや私からのお願いです。そうだ、一応これを処方してきますね。エクスタンワックス、これでバイクをピカピカに磨いちゃってください。ありがとうございます、やった。それから1年の月日が経った。いいでしょうこれ。最高です。たまんないよね。最高だ。このステッカーがいいんだよね。このガムとかももうたまんないよ。最高ですね。ちょっとこれこう聞いてみて、ここ。あ、いいですか。回らないから。 ありがとうございます。もうそこにはスズキンで悩まされていた昔の彼女の姿はなかった。ちょっと上やってみようか。あ、また違う。ちょっと画面なんかもいいかな。あ、そんなところまで。いいですね。最高。当時アッキーを担当した楠原院長はこう語る。当時のアッキーさんはすごい本当に悩まれてて苦しそうにはしてましたけど、やっぱそういう方って一人だけじゃないんですよね。そういった時に一人で悩まないで、もう胸の内を引きちゃってね、言ってもらえればすごい明るい未来が待ってると思います。決してね、閉じ込まらないでアッキーさんみたいにさらけ出してもらえれば、きっと自分にも自信がついてスズキンだっていうのをね、胸を張って言えると思うんで、ぜひ相談してほしいですね。
あ、そうだ、それとですね、今、アッキーさんの動画見たよって言ってくれた人はですね、鈴木バイクに限り登録料19,800円でね、サービスでもらってるんで、ぜひね、あの鈴木車欲しい人はバンバンこっちに来てください。お願いします。アッキー、これ大丈夫？大丈夫です。鈴木感染症、またはスズキバイラスシンドロームは、スズキウイルスを病原体とするウイルス性の感染症である。一般的にはスズキンと名付けられており、あたかも細菌による感染症のように誤解されがちであるが、近年の研究でウイルス性の疾患であることが明らかになっている。しかし、未だ確実な治療法は存在していない。今日はあの私はそれで私は何ですか。あのそれで私の病名は。例えば他のバイクのメーカーに乗る機会を増やす、もしくは川崎さんに。あ、ごめん。もう一回ですか。そうそう、こんなスズキン、スズキン、スズキン、スズキン